芸術区の入り口798芸術区は、北京市の浅区に位置する地区である。大仙古芸術区とも呼ばれる。1950年代初めに、東ドイツの技術援助によって建設され、その後他の用途に転用された交渉が集中しており、その中に芸術家のアトリエや住居、中国や日本をはじめとした外国から進出したギャラリーが多く立地している。 芸術家のコミュニティということでしばしば、ニューヨークのグリニッチビレッジや双方と比較される。798章とも呼ばれるが、もともと798章は718章の一部でしかない。工場群は、主戦橋路に沿い、大戦小橋立橋の南側に位置している。アートエリア化したのは2000年頃からだが、近年は、観光地下やジェントリフィケーションが進んで賃料が、 高騰しているため、新規に参入する芸術家やギャラリーは、北側の草鉢芸術区、東側の貫鉄、西側の酒商に今日構えるケースが増えている。798芸術区内のエキシビジョンの一部。毛沢東主義のスローガンが赤文字であり、右から3文字目より、毛主席万歳万々歳と続く。ありがとうございます。